プロデューサーサちゃんいつも頑張ってくれるおかげでこうしてアニバーサリーのお祝いできるねゆいからもおめでとうゆいもみんなもアイドルのお仕事たくさんこなしたけど一番大変なのはみんなを支えるプロデューサーちゃんだもんねだから今日はお仕事から離れてオフの時間まったり満喫してほしいな楽しく街をお散歩とか それが一番だよ。プロデューサーちゃんの今日の予定決定！もチユイも行くからいっぱい楽しんじゃおう。あでもでもユイはこの後、ちょっと用事があるからさ、後で合流しよっか。そんな感じでやろう。<laughs> いつも見てる街なのにいつもより楽しいね。プロデューサーちゃんとゆっくりするのとか。 いつもはできないからかなプロデューサーちゃんには感謝だねゆい遅刻しちゃったのにこんなにあちこち付き合ってくれてマジ優しいみんなもプロデューサーちゃんにきっと言いたいことがあると思うんだけどまそれはあとのお楽しみってことで今はゆいタイムだからね一緒に散歩するの楽しいしおしゃべりしたい話だってまだまだいっぱいあるし ってことでプロデューサーちゃんもうちょっとプラプラしようあ今度はあそこのお店。一度食べてみたかった